はい、今回ですね、この MacBook Pro 16インチ最新の 15. 何インチが廃止されて16インチに MacBook Pro なりました。でそちらを買ったわけなんですけれども、こう問題があれば問題何が問題かっていうと、今まで僕が超愛用してたこの吉田カバンのリュックサック、吉田カバンのこれね、こう3万円ぐらい3万いくらかした、もうずっと愛用してたね、このバックパッカーの吉田カバン好きなんですけど、ポーター吉田カバンね、こちら使ってたんですけど、これね、なんとここにね、あのパソコン入れられるんですけど、これね、ここのね中にパソコン入れられるんですけど、これ13インチは入るけど、このねでかいこれでかいやつ入んないですよ、でかいやつ。だから13インチまでその内ポケで PC 入れられるんですけど、はい。ということで僕ね、吉田カバン好きなんで、吉田カバンでね、いろいろ探したんですよ。もう15インチのこの16インチだからね、まあ15. 何インチ、16インチのこの入る新しいやつね、 A4 サイズってやつですか、いろいろ探したんですけど、まあ何個かあるんですけど、ちょっとね、僕が求めてるものじゃないんですよ。でいろいろ探しました、いろいろ探して、今回僕が求めてるもうノートパソコン、おこれめっちゃええやん、これめっちゃええやんっていうやつをね買いました。これマジでいいですよ、これね、ほんとね、ノートパソコンを持ち歩く、特にこの16インチですね、ほんと13インチのやつは結構入るやつあるんですけど、この16インチのやつはなんもないんですよ。だけどまああるやつもあるんですけど、今回ご紹介するのがめちゃくちゃいいです。まあ何がいいといいと、ババン、こちらですね、こちらです、こちらね、こちらですよ、こちら、はい、はい、まあ、結論言うとここです、パカ。いやこれすごくないですか、これいろいろめっちゃ探したんですけど、まあ、この状態なんですけど、要はもうここにノートパソコンがズバッ入っちゃうんです。で閉められると、だからよく僕あのカフェとか入って、まあファミレスとか入るじゃないですか、でノートパソコン広げるわけですよ。で今までっていうのはこう、ね、まあバッグのね中に収納してたわけですよ、マックだから。ノートパソコン出すときはまずまあこれをねガチャンコガチャコンみたいな、でここをバカーンって開いて、でバーンってやったら今度これまたこうやってこうやってみたいな、わかります、中に入れるんで、これねもうここの、しかもねこの背中にあるのがいいですね、背中にもうずもうノートパソコンでここですよ、もう余裕で入りますよね、15これ 15.6 インチなんですけど余裕で入りますね。でパシャッと出せるっていう、これやばないですか、これはマジでこれ見つけたぞみたいな、いやそれ待ってました、その機能みたいな、その機能待ってました、俺のために作ったんじゃないかなみたいな、これはマジで神ですね、もうこれだけでいいんじゃないかなみたいな。なまあこう背負ってるじゃないですか、背負ってこう置きますよね、置いてですよ、置いてもうここからここからここからこうやってういみたいな、ういみたいな、ういみたいな、よいしょういみたいな、でコーヒー飲みながらピッういみたいな、もうこれもうここ開けなくていい、もうここだけ、これやばないですか、これはねこれすごいですよ。だいたいこのリュックの中に入れるわけですよ、だいたいはてかほぼだいたいはこのリュックの中に入れないといけないわけですよ、これ外にありますからね、これすごくないですか、これね考えた人ね、ありがたき幸せですね、ありがたい、もうナイス君ナイスみたいな、これ待ってました、これ待ってましたよ、そういうのだよ、そういうの欲しかったよ、おしゃれさんみたいなね、これですよ、はい。でまああとね収納もまあまああとね、これねここもねこんな感じですごいんですよ、
これなんか防水みたいになってて、ここ防水仕様になってて、ここ iPhone とか入れてもなんかもう大丈夫みたいな、防水、ここだけ防水仕様になってるんですよ。だから iPhone とかその濡れちゃいけ、やりたくないのをこう入れとけばいい感じですね。これ防水仕様、ここ濡れねえぞみたいな。で、あとまあここにもなんかポケット入ってて、まあここにもなんかちょっと入れられるよみたいな。だからここはまあすぐ出せる、こうあのなんかものですね。あとはまあ横もいけます。横もまあもちろん入る。でこっちも横入る。こっちも横入るんですよ。でこっちはなんか iPad 入れられるよみたいな。iPad 入るぞみたいな。まだ両方横いけます。で、あとはメインの収納ですね。メインの収納も、まあ、このバカみたいな感じで、まあ、ちょっとね、ちょっと気持ち少ないかなみたいなのありますけど、まあ、十分ですね。十分、まあまあ入りますよ。十分。そう。で、あとはサイドですね。サイドは、このジュースが入れられるサイドも、ついてます。いや、これはね、僕からすると神ですね。あとはちょっとね、僕がね嬉しいポイントとしては、ここが太い、このクッション性がかなり抜群にある。で、吉田カバンのやつは、まあ、僕使いすぎてるのか分かんないですけど、もうペタペタなんですよ。でもね、多分ね、どうなんだこれね、吉田カバンのね、で丈夫なんですよ。吉田カバンだいぶ丈夫なんだけど、ちょっとペタペタ、うん、ちょっとペタペタなんですけど、こっちはもうちょっとバッチリ太いですね。なんか背負った感じ結構ねいい感じですね。そう、あとここもね結構もうクッションだいぶある。吉田カバンのやつは、吉田カバンよりクッションちょっといっぱい入ってるかもしれないですね。こっちよりこっちの方が厚い感じがします。ただね、僕がつけて欲しかったのはこれが欲しかったですね。これが吉田カバンのやつは、これがあるんですよ。これ結構ね、このなんだ、ここですね、これ。この前にこういうやつ。で、これがあると、しっかりカチャっていくんですよ。でも、それがこれない。まあ、それちょっとね、つけてほしかったなっていうのはありますけど。そう。はい、これ。これはマジでね、まあそのパソコンやる人はマジでいいんじゃないですか。まあその13インチモデルはね、結構いろんなバッグ入るんであれですけど、これはいいっすよ。まあ、ちょっとリュックでもデザインもね、そんななんだろう、デザインも結構悪くないと思うんですよね。どうですか、ちょっと見れないですけど、どうですか、結構ね、しっかりこうしっかりしてます。これね、楽、ここがマジで全然違う吉田カバンと。ここはしっかり作られてますね。で、なんとこちらの原産国チャイナこれチャイナでしたねあれ、これ結構がなんか完全これチャイナっすよね。これどうすか、合格書、これチャイナじゃないですか、これチャイナ、これチャイナじゃないですか、これチャイナなんだみたいな、これチャイナなんだみたいな。でね、これ面白かったのが、まあこのバッグちょっとリンク載せておきます、 Amazon ので。これ多分チャイナのあのなんか乾燥剤、しかもね、これちょっと読めないんですけど、こう双子座、こう双子座じゃねえよみたいな、これ多分双子座のあなたはラッキーみたいなね、多分わかんないですよ、これなんて書いてるのかわかんないですけど、あの双子座だったらあなたラッキーみたいな、わかんないですけど、これあの乾燥防ぐやつ、乾燥剤なのかな。もうこれちょっとびっくりしましたね。なやこれみたいな。こんなの入ってました。双子座じゃねえよみたいな。これなんて書いてるんですかね。これ読めます？カナル
これちょっと読めないな。これなんて読むんですかね。これ5分ってなんやろ。これなんすかね、これ。これなんだ、謎ですね。これが入ってました。まあでもチャイナの割にはもうすいませんね、なんかあのちゃんと作られてますね、すごい。まあとりあえずね、これ考えた人がまず神。これこういうのですよ、やっぱこういうその画期的な、画期的というか、もう待ってましたそれ、吉谷さんみたいな。いやこれマジで便利ですよ。まだ僕使ってないですけど、まあ使ってるようなもんですよもはや。いやこれはね、まあなんかちょいちょい、あとなんかここもなんかキーホルダーかなんかいけるのかな、これちょっとなんかあります、ね。あとここもなんかまたこれも、これ何のやつなの、これ何使うんだろう。これちょっと謎ですけど、なんかキーホルダーとかなのかな、これ何やろ、これちょっと謎ですね。でもまあキーホルダーこうかけるとかなんか、うん、いやでもねこれはめっちゃ、だから僕はね惚れ込んだのはやっぱこのここですね、これ。これはすごい、これはすごい。まあほんと今16インチ、 MacBook Pro 16インチすっぽり入ります。だから MacBook Pro 16インチの人は結構リュックサック困ると思いますよ。僕結構調べましたから。だから13インチはまあまああるんですけど、15インチでなおかつこれ、この利便性、いやこれはありがたい、これは。だからもう前まで僕 MacBook Pro のこのなんかケースをね、こう保護ケースみたいのをつけてたんですよ。でもねそれちょっとめんどくさくなっちゃって、保護ケースがね、保護ケース要はもうさっと出してすぐ使うみたいな。これも要はここにその内ポケがあるので、パソコンが入る内ポケがあるんで、まあ、結局そこの内ポケにいると、まあ、保護ケースみたいになるわけですよ。だからこのリュックサックに書いた時にもうその内ポケがあるんで、まあ、その内ポケに入れたらまあ保護ケースみたいになるんで傷つかないんですよ。だからまあそのケース買わなかったんですね。ケースあったけど、そのこのバッグにしてからまあいいやと思って、まあ、そのままガチャン入れてたんです。でガチャン入れてって、まあ、めっちゃ便利なんですよ。今日はもう出してすぐ行けるんで。でこれももういらないですね、保護ケースね。もうこれが保護、もう完全保護になってるんで、もう保護ケース兼ですよ。だからもうこうして、もうこうして、ね、こう入れちゃって、はい、コーヒー屋さん着きました、みたいな。ウィーみたいな。ウィーみたいな。ウィーみたいな。よし、仕事終わり、みたいな。ウィーみたいな。いや、これはね、マジでいいっすね。まあ、これからこれちょっと愛用して使いますけど、まあ何年使うかわかんないですけど、まあちょっとボロボロになるまで使いたいなと思いますけど、これリピ買いしたいですね。てかリピ買いしたいですけど、リピートするときに売ってなかったらどうしようっていう不安でしかないですね。これはないっすよ、これマジでね。考えた人マジで神ですよ、マジで神ってるな、ここ、うん、すごいな、これね、これマジでいい、こういうのですよ。こういうの待ってました、こういうの。はい、こんな感じですね。はい、ということで、まあ、MacBook Pro 16インチをリュックサックでこう歩きたいっていう方はもうこれマジでいいんで、まだ使ってないですけどね、まあ入れたりしてますけど。でもね、ここのね、なんかアマゾンでいろいろ調べたんですけど、ここのメーカーさんはいろいろとバッグで出してます。他にも多機能バッグ、結構その PC をなんかしまえるぜみたいなのを結構出していて、これなんか改良版みたいな、いろいろ改良した結果このモデルになったぜみたいな。今まではなんかこう開けるパターンだったけど、今回なんとこれ入れちゃいましたよみたいな、改良版みたいなね。お、改良してくれたんか、ありがとうみたいなね。待ってたよそれみたいな。そう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 、まあ待ってないんですけど
もう見た瞬間これだと思いましたね。見た瞬間それやみたいな。あ、これチャイナなんですね。でもね、そう、まあでもしっかりここすごいですよ。うん、なんかパソコンをリュック、やっぱねパソコンはねリュックで持った方がいいですよ。重いんで。重いから結構ねトートバッグもあるんですけど、まあ、僕みたいにいろんなとこ行く場合はトートバッグでど、まあそのね、近場でちょっとね行くぐらいだったらいいんですよ。トートバッグにバーンって入れて。いやでもねその全国回るとか僕ぐらいのハードな動きするとやっぱリュックじゃないときついですね。リュックじゃないときつい。トートバッグで全国はきついですよ。まあトートバッグで全国ってなかなかないじゃないですか。ちょっとないですね。きつい。やっぱリュックの方がやっぱあの両手が空くんで、両手が空くんでこう、まあ僕もこういうのなんかいろいろやったりとかもしますし、いやこれはねちょっと熱く語ってますけどマジでいい。ここまあでもそうね、僕あのこれ早く入れたかったんですよ。来たよこれめっちゃええやんみたいな、来たみたいな、これなんめっちゃええやんみたいな、ういみたいな。いやこれはいいんじゃないですか。まあ、13インチの人もいいかもしれないですね。これはこれ良くないですか。ういみたいな。しかもねこれね、ちょっとすごいんですけど、ちょっと細部まで来てんじゃねみたいな。実はここねちょっとお見せしづらいんですけど、ここねそのクッションみたいになってんですよ。要はここになんかここちょっとね見えづらいけど、え、ここになんかゴムちょっとね見えづらいな。ここにそのゴムがあるぞ。ゴムがあって、でその MacBook パソコンをパンって入れたらそのゴムがビヨーンってなる感じになってるんですよ。だから受け皿があるんですよ。これもなんかありがたい。だから受け皿ありますからね、これゴムので。ここになんかそのポンって置いてちょっとねちょっと宙に浮いてるんですよ。だから直下じゃないです。だこれもよく考えられてると思うんですけど、直下だと多分ガツンっていく、いやパソコンを傷つけちゃう可能性があるから、ちょっとその一番下の底とそこにクッションこんな感じで入れてるわけですよ。でここにカーンみたいな、だからバーンいかないんですよ。これすごいなみたいな、これすごいなみたいな、これ結構ね考えられてるなみたいな。これなかなかすごくないですか。これちょっとびっくりしましたね。これはそう、これねちゃんとなんか受け皿のクッションがあって、だからあのここの底にバンってなんないです。まあそのねこのゴムが切れちゃったりとかしたらあれですけど、これすごいですよ。あこれ繋がってる、ここと繋がってた、これ繋がってるわ、これすげえ繋がってる。なんだこれ、これなんで繋がってんだ。まあ、繋がってる理由はわかんないですけど、なるほど、これ分かったぞ。これ多分こうするじゃないですか。こうして、あ、こうしてちょっと、あ、こういうことね。まあこれあんまり使わねえかな。まあこれでちょっと引っ張れるよみたいな、ウィーみたいな、まあ、これはまあなるほどね、そういうこと か、 だからパソコンをこう、ちょっとあんま動いてないですけど、なるほどね、そういうことね。まあまあまあこう取ればいい、なるほどそういうことか。いやこれもなんかあれですね、すごいですね。へえ。いやとりあえずねここにねパソコンが収納できるっていうのがありがたいです。本当にこれはマジですぐ、やっぱリュックサックにパソコン入れてると、要はその分かれてないとですよ、なんかその荷物もぐちゃぐちゃになってるしパソコンもぐちゃぐちゃ取りづらいんですよ。でも一番取りたいのはパソコンやねんって話なんですよ。だからリュックだから休憩してすぐパソコン取り出したいじゃないですか。だけどなんかぐちゃぐちゃしてるわけですよ、リュックの中っつうの。これはもう完全をその分けてるしね、これは。いやこういうのですよ、こういうの。はい、ということで、まあ、熱く語りましたけど、
まあ、MacBook Pro 16インチを買われて今回ね、あのデスクトップを持てると。これちょっと余談なんですけど、僕 MacBook Pro 13インチをずっと使ってたんですよ。 MacBook Pro 13インチをずっと使ってて、あのペチペチキーボードですね、ペチペチキーボードに慣れたわけですよ。もう慣れて、もうめっちゃもうそれがもうデフォルトみたいな、ペチペチデフォルトみたいになったんですけど、今回 MacBook Pro 16インチからまた昔のこのパンパンってか戻るやつになったんですけど、これがね使いづらい、めちゃくちゃ使いづらいね。こうペチペチに慣れてるとなんか違和感しかないですね。多分まあこっちに慣れるとまあパン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 またいけると思うんですけど、いや昔なんかこれ面白いですね。昔そのあのこうクッション系の、僕昔 MacBook Air 使ってたんですけど、このクッション系があるね感じだったんですよ。でそっからそのペチペチに移動して、使いづれえなこれペチペチって戻ってこねえしみたいな、でずっと思ってて、まあ、今慣れちゃったんですよ。ペチペチにペチ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 しつつ、ペチペチ3年ですよ。ペチペチ3年やって、今度またクッションに戻ったらなんだこれみたいな、めっちゃ打ちづらいですね。なんか違和感しかないです。はい、まあということで、なぎえよと、お前の話いつもなぎえよって話なんですけど、これは本当に、まあ、これからどんどん愛用していこうかなと思うんで、まあもうこの吉田カバンとはお別れでございます。じゃあもしかしたらね、これ分かんないですよ、まだちょっと使い道が見当たらなかったら、こう使い道が見当たらなかったら、吉田さんこのバッグ吉田カバン定価3万ぐらい、まあちょっと結構使ってるんで中古感出てますけど、今回なんと、まあちょっとプレゼント企画をねやろうと思ってるんですけど、何個かあるんですよ。なんかそれに1個に入れるかもしれないです、僕が愛用してきた、もうめちゃめちゃ僕の、もう完全僕のあの匂いは入ってるのかな、もうだいぶ使いましたからね、この吉田カバン、吉田カバンのこれ3、4万するんですけど、こちらをですね無料でプレゼントしちゃおうかなと今考えております。使い道がない場合ですよ、使い道がない場合、まあ、2つもリュックいらないんで、しかもこっち MacBook Pro 16インチ入んねえし、これでもね、 あとね、まあ、1つ、まあ、プレゼントするときに説明すればいいと思うんですけど、これ1個かけてますね、これ1個かけてるけれども、まだいけます、まあまあだいぶ使用感出てますねこれはね、だいぶ、まあここもちょっとあのちょっとあれですけど、まあプレゼントするか分かんないですよ、まだ使い道があったら使うんで、うん、でもこれはねだいぶ多分ね、こいつとね結構全国共にしたんで、結構思い出深い僕のあの思い出の一品ですよね。これだいぶ使いましたねこれ。今回ですね、結構その機材もいろいろと入れ替えたので、そのもう使わなくなった機材とかもうちょっとプレゼントしようかなって何個かもうあるんで、まあ、今回クリスマス、コンテンツのプレゼントプラス物もあるよっていう、物もあります、物もだから、その僕のドリームアカデミアの、講義無料でプレゼントするのもあるし、さらに第2弾で物もいくよみたいな、物プレゼントこれもありますんで、こうご期待ください。まあ僕が使ったもんですけどね、新品はないかもしれないですけど、あ、新品あるかもしれないです。ちょっとまあ、あの、いろいろ考えますんで、プレゼント企画。まあ2019年ね、最後ですから、来年が2020年というね、あれになりますからね、僕も最後、大々的にプレゼントしちゃいましょう。はい。こうご期待ください。では終わります。あ、これリンク入れときますんで、これマジでいいっすよ。うん、では。